さて、今回のテーマは女性と生まれということですが、古英語では女性のことをウィーフマン、そして男性のことをウェープマンと呼ぶこともあったようですが、それぞれウィーフマンは覆われた人、そしてウェープマンは武器を持つ人って意味になっています。ウェープは今のウェポンの古い形ですね。この女性のウィーフマンが今のウーマンで、複数形の時にウィミンと発音するのはその名残らしいですね。このようにゲルマン系の人たちはベールに覆われたものを女性と捉えたわけですが、ラテン系の言葉でも似たような表現があります。英語でナプチャルズ、もしくはナプチャルセレモニーは婚礼という意味ですが、ラテン語のヌプタには覆われたものという意味があるわけですね。ラテン系のフランス語で雲はニワージュというのですが、これもヌプタから来ていて、空を覆うものというイメージです。ニュービルは結婚適齢期のという意味を持ち、ヌービラスは雲のような曖昧なって意味になりますが、語源を押さえておけば深いところでつながっているのがわかりますね。ウーマンの語源は長らくはっきりしなかったので、こじつけのような通俗的な説がよく出てきます。例えば、女性は男性にとって最悪なので、最悪を意味するウォウプラスマンであるという説や、女性は子供を産む存在だから子宮を意味するウームプラスマンだという説もまことしやかに囁かれています。ウーマンはもともとウィーフマンという形で、そのウィーフは覆われたもの、つまり女を指すわけで、もともとワイフは結婚していない女性にも当てはめられていたんですね。例えばアップルワイフはリンゴ売りの女、エールワイフは飲み屋の女将、そしてミッドワイフは助産婦というように、今でも名残が見られますね。さて、次にギリシャ語で女はグネというのですが、遡るとグノ、グネ、ゲンはいずれも産むとか生まれに関する語根になっているわけです。では右上を見てみます。長い時間の中で G の音、つまり画行の濁音が取れて家行の発音になり、クイーンは女王を指すようになります。同じ語源で紛らわしいものにクイーンがありますが、これはアバズレ女って意味になるので注意してください。さて、次は左下ですが、生まれを同じくするもの、生まれが似ているものというイメージから、ジャンルはそのまんまジャンル、そしてジーナスは類とか属って意味につながります。次に生まれの良いとか高貴な生まれのというイメージから、ジェントルは温和な、優しい、そしてジェネラスは心の広い、気前の良いを指すようになります。そして死を意味するサイドがついて、ジェノサイドは種族抹殺という意味になります。最後に右下ですが、これはグネとかゲンとかの語根の G の音が消えたもので、やっぱり産むことと関係がありますね。次回はこれを中心に見ていきましょう。今回は以上となります。